急に笑い声から始まるって、いや、ここからこのまま始めちゃいましょうか。始めんの。今回は、くまさんと一緒にマリオパーティーをやっていこうと思います。では、意気込みをどうぞ。はい、皆さん、くまです。よろしくお願いいたします。ね、前回に引き続きね、今日もまた、今日こそは貸したいと思いますので。あれですよね、はい、前回からちょっとお久しぶりですもんね。結構そうですね、久しぶりですね。じゃあ、やっていきましょうかね。はい、やっていきましょう。じゃあ、マリオパーティー一番いつもマリオなんで。はい。じゃあ、前回マリオやったんで。でも、クマさんいつもマリオですもんね。そうですね。なので、今回マリオで。あ、いいと思います、いいと思います。はい。はい、これでなんだっけ。あ、そうだそうだそうだ、はい、難易度は。あ、難易度もあるんですか、これ。強。はい、いでいきましょう。あ、コンピューターの。コンピューターの。そうそう。了解しました。はい。で、これ、イエーイやってください。イエーイ。イエーイ。イエーイ。あ、そういうこと？あ、イエーイって言えなかったと。そういうことね。お。で、普通に、はい。パーティー。パーティー。マリオパーティー。マリオパーティー。これでいいんだよね。はい、あれ、これ普通のやつだよね。うん、あ、これ。多分これで、多分前回やった時は。じゃあ今日だいぶ暑いんで、はい。ここにしますか？え、なんかすごいとこ来てる。夏っぽい感じで。あ、いいですね。じゃあ今回はここで、ね、夏バージョンでね、やっぱね、はい、今日もすごい暑いんで、やっぱり、ね、そうですね。じゃあこれでいきましょうか、はい、じゃあターンは10ターンの60分で。はい。あ、巨大フルーツの島、なんか結構美味しそうな島ですね。なんかすごいいい感じの。いいですね、なんかいいな、こういうとこ行ってみたいな。行ってみたいですね、近くでもハワイとか。あ、行ってみた。沖縄沖縄行ってみたいな。え、沖縄行ったことあるんですか？ない、俺。おお、そう。北海道は？北海道はある。あ、北海道あるんだ。あるけど、札幌とか、函館とか、そのとこだけど。え、何？修学旅行かなんか？いや、普通に旅行で友達と。あ、友達と旅行で、うん、結構、結構もう前だけど、3年ぐらい前だけど。あ、でも割と最近だ。そうね。そうだね。うん、あ、3年。え、熊さん呼んでくれた。はい。冒険者の皆さん、お待ちしていました。今度の冒険はかなりホットですよ。この場所は初めてですか？はい、初めてです。クマさんが説明を聞いて、はい、これなんか上でいけない、あ、上、あ、いけない、上行かないのか、あ、じゃあ自分も押さなきゃいけない、あ、そうですね、じゃあね、ここはトロピカルな4つの不思議な島、どんな場所なのか見てみましょうってことですね。見てみたいですね、やっぱね。じゃあ元気よく、はい、スイカの島、あ、明日読まなくていいのこれ。明日読んでください、多分読むのこれ。早く早く早く、僕の島には気になる2つ、行っちゃうパイナップルの島にはスイカの何行っちゃうとかやめてよ、朝っぱらからもうなんかさ視聴者と誤解したじゃないかと言ったら。島と島をつなぐのは同じ色でバーフできる不思議な突貫。おお、なるほどなるほど。はい。島と島とつなぐ橋。ちょっと怪しさを感じますね。怪しいですね。ね。いや、不思議4つの島にするホットの冒険になりそうですね。なるほど。よくわかんないけどね。はい。ルールはどうしますか？冒険のルール聞きましょう、じゃあこれちょっと。そうですね。はい。じゃあお願いします。ちょっとお久しぶりなもんで。じゃあルールを、はい、聞くで。はい。お願いします。お、サイコロを振って進んでいきます。まあ、スゴロクですからね。そうですね。はい。で、いろいろなマスに止まってコインをゲットしましょう。はい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 。あれはね。あ、なるほど。マイナスの、あ、そっか、赤に止まるとコイン減っちゃうけど。そう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 。で、なるほどね。ミニゲームに勝てばコインを大量にゲット。そうですね。なるほど。まあ、ルールは至ってシンプルですね。そうですね。しかし。しかし何だ？しかし。コインを集めれば勝てることはなくありません。まあ、なるほど。もう、なんだ？はい、何ですか？勝利の鍵、あ、そうだ、前回はこれやりましたね。はい。スター。そう、スター。たくさん集めた人、このスターがたくさん集めた人が勝ちってことですか？そうそうそう。ああ、なるほどね。そういうことですね。100枚コインを持っていても、一つのスターに負けることもあります。はい。じゃあ、スターが一番強いってことですか？そうですね。とにかくスターを集めると。なるほど。はい。でもコインも関係ないわけではないですよね。そうですよ、コインも一応同じスターだったらコイン持ってる方が、あ、なるほど、じゃあ、はい、スター同、そっか、スター同率の場合、あ、1だ、そうですね、まあまあまあコンピューターが負けちゃった。デイジが、これデイジが最初ですね、うん、2番目はマルイージですね。おで、マリオ3番はクマさん来ました。3番いきますよ、俺。あ、手殺してください。あ、そうです、どうでもいい話なんですけど、3番地も結構縁があるんですよ。なんでですか？小学校入った時に出席番号3番だし。ああ、そっか、3番がすごい多いんですよ自分。他は？なんもないじゃん。ないですよ、それだけじゃん。誕生日は3絡んでないし、全然絡んでないですね。そこだけか、出席番号が3番ってだけ。どうでもいい話だね、確かに。
他はなかったんですか、なんか3に関すること。3でなんか得したことあんまないです、確かに。ああ、じゃあそれだけでしたね。ほんとそれだけです。あ、じゃあこれも元気よく。はい、今年はピッカピカのスターが待ってますよ。コインを集めてきてくださいね。もうお金持ってこいと。まあ早い話はそうですね。まあそういうことですね。直接的な言い方をするとね。そうですね。スター欲しくは金くれってことです。まあそういうことですよ。なんでもお金ですね。本当ですよ。お金は大切ですからね。まあ確かに、はい、ね、仕方ないですね。はい、熱い冒険のスタートですよ。だってさあやりますよ、もう熱く戦いますよ。勝ちますよ、勝ちますよ、自分も勝ちますよ。今日はクマさん、まだマリオパーティーで一回も勝ったことないですからね。ないですよ、まだ一回も。惜しいとこまでは行ったりするんですけどね。そう、前回最初の方が良かったんですけどね。そう途中からね、途中からね、失速し始めた。そうあ、前回ないでしたっけ。結局3位だか、あ、3位のちょっと、あ、2位か、2位だったのか、2位だった気がする。そうか、最後の最後、ね、なんか最後の最後で自分に抜かれてね。そう、お、あ、でも最初悪い字、あ、今悪い字が1ですね。あ、来ましたよ、クマさん。4つだっけ。あ、違うか、4つ。あ、違う、さっきの順番決めるやつか。あ、そうあ、そっか、ごめんごめん。あ、で、あのノーマルサイコロとマリオサイコロっていうのがあるんで。なるほど。あ、マリオサイコロだと、あ、1、3、3、まあ、3が出やすいのかな。なるほどね、3が一番出やすいってこと。3が3つあるかってことか。あ、なるほどね、どうしようかな。最初これ制限とかないよね。制限はない、何回でも。じゃあマリオサイコロいきます。はい、おキノピオヒントです、はい、どういうこと。4つの島ぐるぐる回るマップです。ほう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 。反対側に進む土管や、なるほど、はい、左右をつなぐ橋をうまく使いましょう。ほう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 。うんうんうん。砂の橋は一度崩れたらもう渡れなくなるので気をつけてください。これどういうこと。砂の橋だから、あそこが崩れちゃったらもう渡れなくなっちゃう、はいはいはい、あ、崩れることが今後あるってこと、うん、ですね。いつ崩れるか分かんないってこと。分かんないですよ。なるほど、崩れたら分かんなくなるってこと。はは。じゃあ前の人が例えばあそこ渡ってて自分の番だったとったら崩れることもあるってこと。まあ、そうですね。あ、じゃあそういう場合は、ね、そうだね。危ないね、確かにね。気をつけなきゃ。はい、分かりましたっていう感じみたいですね。はい、まさに冒険ですねこれね。そうですね、何が起こるか分かんない人生っていうね。やりましょう。はい、さあ出しますよ。6出ろ。3。あ、マリオサイコロでした今。マリオサイコロでした。あ、みんなじゃあ最初コインゲットだね。そうだ、ゲットですね。え、じゃあこれでコインゲットできなかったら自分ビリか。そうだね。あ、コイン欲しい、コイン、コイン、ダメ、出さない、コイン。あ、いいね、あれ悪い字と一緒。あ、一緒だね。あ、じゃあみんななんかすごい最初は平和な感じだね。そうだね、最初はね。はい、じゃあいきますよ、最初のゲームが。はい、なんだ、ミニゲーム、何が来るかな。何やんだ。あ、最初あれですね、1対1対1ですね。あー、これ自分のめっちゃ得意なやつ。ごめんなさい、これは勝ちました。分かんない、何これ。これあの、ただこうやってるだけです。これだけ。はい。こうでいいの。これだけ。こういう感じにコントローラーをこうやって回す。え、こんな感じで。右の字みたいに。そう。もうこれはこれだけなんで。準備 OK だったら上のボタンを。こうすればいい。はい。あったら、はい。やってみますと。これ自分あの、負けたことないです、一回も。すごいね。はい。これは本当得意なんで。ちょっとやってみます。はい。ちょっと、ベストタイムを出したいな。頑張ります。上にベストタイムがあるんで、それを抜く勢いでいきましょう。はい、あー、ちょっと本気で、待って、クマさん、ギリギリ勝った。でも、初めてでしたよ、意外と。初めてでしたね。結構ちょっと上手いと思います、意外と。お、やった。あー、危ね、結構ギリギリだった。あ、でもあれか、新記録出なかったか。やばい、今の1回でめっちゃ疲れたんですけど。やばー、でもほんとギリギリだって今。でもね、すごいです。0.1 秒とかそのぐらいでしたよね。ね、そのままだとね。あぶねー、よかった。これで負けたらほんとショックだよ。惜しかったな。これで今負けたら自分もお家帰ってました、多分。お家っ子ですか。子供っすか。あれ、ありがとうございますよ。これ今気づいてもらえなかったらどうしようかと思っちゃった。バカにしてるでしょ、あなた。そこまでバカじゃないわ、俺。はい、じゃあね。この後もやっていきたいと思いますね。そうですね、やっていきましょう。お、バリージーサイク、あ、声がマイナス減っちゃう。そういうのもあるんですよね。これバリージー特有の、そうキャラクターごとによって違うんですよ。あー、なるほどね。そう、特性が。そう、じゃあ行きますよ。やっぱりこれマリオサイクル行きましたよ。お、またこれまた3だったら、はい、おー、やっぱほんと3がで、あ、それあれじゃないのか、わかんないや。あれ、これどこ行っちゃうんだっけ。ハプニングでしょ、これ多分。何、左上。あ、左上だ。あれ、スターどこだっけ。あれ、スター、スターどこだっけ。待って、一回マップ見せて。
スター目指してるのにスターの場所どこか分かってないっていう。マートと。トゥーデー。あ、左だ。あれ、そこどこ行っちゃうと左行っちゃったから、ちょっと遠ざかっちゃいましたね。あれ、そうなの？だから自分もでも1か2出しちゃったら、そうなんだね。クマさんと同じ方行っちゃうから、6、6、6、6。6ちょうだい。あおー、でもいい。前な。じゃあ、これ1回戻んなきゃいけないか。ってことですね。なんで、あ、やった、これ、自分アイテムももらえるっぽいな。なんかいいやつ。あ、金のサイコロ。金のサイコロ。おっと、おぉ。狙い通り。これ強いんですよ。ぴったりの数で。止められるんで。ぴったりの数ってどういうこと？例えば3が出したかったら3で。あ、出せんの？そう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 。最強じゃん。そう。お、ああ、またみんな敵だ。もう何やんだ？次はなんだ？つるっとバナナ迷路とピントを合わせて。あ、これなんかね、難しかった気がする。何これ。縦持ちで。縦持ちしてこう。そう、こっちですよ、こう。これで、これで、こうやってあ、こうだ、こう、これで、これでピント合わせるんですよ。なるほど、ピノキオの、あ、そう。キノピオか、キノピオの。あ、そうで、早ければ早いほど点数が早く入るんで、で、準備 OK だ。全然わかんない。で、ここで、前行ったり、後ろ行ったりで。これ赤だよね。赤で。あ、違う。赤じゃん。緑、緑。え、これ全然変えないんだけど。え、ま、前ってこと、前。こう？この向き、この向き。え、てか、向きが違う。こう。こう。そう。それは、ピントも合わないわけですね。で、これ、いや、調節が難しいんですよ。あんま勢いよく動かしすぎちゃうと、あれ、合わないんで、ちょっとこれ、いい具合で。こういう感じで。そう、動いてくるんですよ。それにですね、で、うまく、ピントを合うところがあるんですよ、どっかでピタッと。これ難しくないですか、これ。全然わかんない。わかんないですよね。わかんない。そのどっかで合うところがあるんですよ、ピントが。自分も全然合わないよ。じゃあ、本番行ってみましょうか。これ難しいんですよ、このゲーム。全然。結構。難しい、ね。これ自分もできないですもん、これ。うん。これ多分コンピューターに負けるな。はい、ちょっと意味やってみましょうか、じゃあ。そう。あった。できてるじゃん。ちょっと待って。これもできたらいいの？できてる。これで終わりやん。それで終わりです。そうなんだ。そうでも、だからうまくいくときはピンっていくんですよ。へえ。負けてる。でも全然合わないよ、これ。あー、全然わかんない。ずっとボケてるよ。どこ、何これ、全然合わない。待ってめっちゃ離れたり近寄ったりして、あ、今来た。あ、なんかこれ辺。待って。全然わかんない。あ、でもクマさん惜しい。あ、時間切れ。多分合わないね。これ難しいですよね。難しい。あ、今、いきなり近かった。この辺り。来た。あ、うまい。でもこれまぐれかもしれない。あ、来た。あ、でもこれ多分クマさんこっちですよ、これ。こっち？あ、10。ほんとだ。これ難しいですよね。難しい、これ。でもなんだかんだ勝っちゃったもん。これマグレだったもん、これ。でも勝ちました、やった。やばい。これ今一勝一敗だ。ねえ。このゲームほんと難しいんだよな。ねえ、これ難しいね。そう。なんか、ねえ。ピント合わせるやつ、ね。そう。今度お子ちゃまできるのかな？難しいよね。あ、しかもクマさん1位だ。あ、なった、1位、ほんとだ。あ、これ20万。あ、そうか。スター誰も持ってないから。そう、今。コインで感じた。今はもう単純にコインの数で。あ、でも俺一番遠いからな、俺。あ、そっか、そうだ、今位置は離れてましたね、一番。そう、だからスターもらえるのはかなり不利だよね。ですね。あ、やった。これデイジーもクマさんと同じ方向行っちゃった。バラ。これ今一番今自分チャンスあるぞ。そうだね。おー、これチャンス。え、バルジーもそっち行っちゃえ。1か2出して、1か2。お願い。1か2。ちっちゃい数。1か2。あー、ちょっと超えちゃった。よし。ワリオとワルイージの勝負だな。あ、来たぞ、クマさん。来た。さあ、何サイコロ？ここはやっぱりね、マリオサイコロ。ああ、さすがマリオ。マリオなまた3だったら3回で。おお、すごい。僕行った。サトチク？あ、あ、で待って。どっち行った方がいいんだろう、これ。右一回行ってみてください。あ、上は？こっちの方。そっちだと。こっちだと。あ、そっちだと、でもあれですよ。いいマスもらえますよ。宝箱開けるやつ。あ、ほんとに？うん、そっちの方がいいですよ。あ、じゃあそっち行こう。あ、そうそう、そっち行って。はい。
で、これでプレゼントを選ぶんですよ。うん、なるほど。さあ。どっちかってことこれ。そう、どっちか。ちなみに好きな色はどっちですか？青ですね。ということ、じゃあ、青でいきますか？じゃあ、青でいきます。はい。はい。さあ、当たり外れるんですよ、確か。お当たり。当たりなの、これ。何あなたさえ良ければ、ライバルから、スターかコインを取り除きますけど。でも、スター持ってないもの、誰も。まあ、そうですね。またコインしかないですね。どうしよう。またもうコインしかないですよね。そういうことか。そう。コインは無料で奪えるんで。どれにしよっかな、これ。迷うね、これね。いやここはやっぱでもお任せの方がいいんじゃないですかね。これ誰かを狙うってほらかわいそうじゃないですか。確かにそうなんです。そう最初とかやっぱりお任せした方がいい。そう最初お任せがいいですよ、はい、あー出た もう絶対やると思ったんだよな。そうですね。もうこういうせこいことしても後で覚えとけ。あせこいじゃない。これ私あやっぱ気持ちいいね。やっぱマリアから もう絶対後でマリアからスターぶんどってやる。悪人から金を取る。これが俺の主義だから。しかごえもんですから。はい、始めましょうか。そうですね。スタートしましょうね。これ絶対近いし。待って。もうちょっとで自分あれじゃん。うん。スターじゃん。これで変なの出したら偉いことになるから。そっか、その、赤い土管の中入っちゃいけないってこと。そう。だから、1か2出したらいいんですよ。1、2、2か3ですね。で、4か5を出すとラッキーなマスなんで、自分4出すよ。早速このアイテム使わさせてもらおう。これで4出す。おこれ使ってこれもちろん1回聞いてよね。これって何どうなるんだっけ。ぴったりサイコロでこれ選べるんだよね。分かんない、どうなんだろう。あすごい、もうこうやって選べるんだ。絶対あれじゃん、いけるじゃん。はい、いいね。でこれでスターも変えて仲間も手に入る。やったー、すごいね。最初のスターもらっちゃいました。てかクマさんにあと3コイン多く取られてたら買えなかったでした。あ、そうなんだ。そう、あぶねー。惜しかった。よかった。じゃあ最初のスターいただきます。はい、ありがとうございます。やったー。これでちょっと勝ちに近づいたぞ。やっぱマリオのスター似合わないな。まあでもまだ最初だからね。そうそう、まだ3ターン目ですからね。最初ですからね。あ、でもそこ3ターン目で。あ、でもこれクマさんの行く可能性ありますよ。なんで？こいこいこい、俺のとこに。あ、行ってんじゃん。行ってんじゃん。あ、一番近いですよ、多分今。近いね。あ、違う。デイジーか、一番近いの。あ、でもさ、近い方でしょ、どうだった結構。でも多分これ次、デイジー届いちゃいますよね。あ、次のサイコロで。次のサイコロで。マジか。仲間誰がいいかな。どうしよう。仲間選ぶんだ。何これ。これでもルーレットなんですけど。じゃあ、クマさん、ストップって言ってください。ストップ。さあ、私、誰が仲間になるか。おー、クリボーって、あれこれクリボーサイコロも使えるんだっけ。あ、使えるっぽいな。へぇ。あ、踏まれてばっかりじゃないとこ見せてやるぞ。なるほどね、確かに。確かに踏まれてばっかりだから。結構良くないですかクリボーサイコロ。良くない、いいね。コインもないんじゃん。マイナスないじゃん、この子。これ、サイコロの勝負の時ね、役立つかもしれない。うん、確かに。あ、また行ったよ、ちょっと。すげぇ。さすがにサメシでしかない今。ビリビリコインゲット。どういうことかで、コインゲットするの。なんだっけこれ。コイン集めろ。雷触れるとマイナス3コイン。何あ、コイン取ればいいやつ？みたい。あ、めちゃくちゃ。あ、でもこのなんか電撃くん、この電気が、あ、この電気。あー、当たるとマイナス？電撃に当たっちゃいけない。あ、オッケー。てか、電気はどっから来るの？上から。これか。ルールはシンプルだよ。上のやつってあれ、KK って名前なんですか？みたいだよね。へー。オッケーだったら上を押してください。まあ、ルールは、ね、簡単だね。でもただひたすらコイン取ればいいだけするんで。金取ればいいだけ。俺コイン得意だ。ああ、クマさんの得意なやつじゃん。得意ですよ。簡単にどんどん前から。そう。せこくお金を稼いでいく。せこくないよね、これはね。勝負だからね。せこくないよね。いや、でも15秒しかないのか。あ、横に行くのか、こいつ。下だけじゃないんだ。いろんなところに。嘘。あ、結構難しいかも、避けんの。あ、やべ、めっちゃ当たってる。え、クマさん当たってないですか？当たない。一番稼いでる人、自分。俺逃げん得意だから逃げんの。あ、そっか、逃げんの得意だもんね。得意技ですもんね。得意技。逃げると、お金マン得意だから。なんていうか、お金何？お金を取るのか。あ、お金を取るのか。お金を取る。てか、一人だけめっちゃお金持ってんじゃん。ほんとだ。俺金なかったら1位だよ、俺。確かにね。スターないけど。でも前回も最初調子良くて落ちてきましたもんね。だから今回は前回も。ほら、デイジーも成り出してもスターですよ。マジで？え、これピタじゃなくていいの？ピタじゃなくて大丈夫。あの、通り過ぎるだけでいいんで。はい、でも1だよ。うん。で、1の方だと関係ないですもん。ポンっていけちゃうから。なんだ。うん。
あでもスターもらうときの お金持ってないといけないけども10コインかかるんで、ああ取られちゃった。これクマさん3位に転落ですよ。デイジ、お金は持ってるのに女性殴ればいい。あてか自分も抜かれてんじゃん。マジか。まだこれからっすよ勝負は。まあまだね、まだ4ターン目、うん、こっち来い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 。4回だよね。え、あ違うの、 4回、あ違うか、なんでもない。今4ターンだった。あ4ターン、4ターン目です。4ターン目、ああ入り口の方戻っちゃったね。これみんな遠いんじゃない。今あれこれ一番近いのもしかして自分かな。あ違う、あ悪い字変えちゃうわこのターン。変なの出せ、変なの、変なのマイナス。あ届く、あ行っちゃうわ、届いちゃった。あクマさんこれでじゃあビリだ。何お金は持ってるのに何もしないのにビリになっちゃったと。そうですね、最初のあっち土管入って向こう行っちゃったのが結構痛いですね。あでも分かんない、この後に来るかもしれない。そうなんだ、これそう難しいね。毎回買うとスターの場所があるんで、さあクマさんの方に行かないでお願い。もう来てよ、このままビリで行ってほしいの。ダメダメ、来てお願いお願い、またワリオのとこ来てお願い。あてか俺そもそも今どこにいたっけ。今の左上ですね。あの プレゼントのとこか、ね、そうプレゼントの近くで、次クマさんかな最後の、うん、こっち来て、左上行っちゃダメだよ。左上行っちゃダメ、待って。はい行ったよ、行ってる。いやあ行ってるな、あ行ってるんじゃない、さすがに。あ行ってるわ、この辺じゃない、俺ここじゃない、え来たんじゃないこれ、来たんじゃない、あ違うわ左下だ。なんだよこれ、あこれ最初と一緒の場所じゃん。マジでってことはクマさんはまた遠いってこと。変わらず遠いですね、多分土管かなんかで移動しないと。マジか、ああかわいそうに。せめていい、おお、まあ数字はまあ、あこれまた土管じゃない、はい、かあ戻れんじゃないこれ、戻れるか、戻って左行けばまたあれじゃないさ、あおろ、そうだそうだそうだ、見た見た、うん近づいた、まだ両親自分後ろでもね、今ね自分今届いてもねあれなんだよね、コインがないんですよね。あなるほどね、そう、あわずかに2枚足りないのか。そうそうそう、だから一回ここは届かないようにちょっと近づくぐらいにしておいて、あおいいんじゃないいいんじゃない、いいな、お来た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 、これ届かないし、あわああの金の土管欲しかったな、2コイン足んないよ、欲しいねこれね、どうしよう、でもここで買っちゃったら次買えなくなる可能性あるからやめとこう。なになになに、なんか起こった。それにしても暑いです、アイス、あーアイスね、アイスいいな、こういう暑い日はアイス食べたいな、ね、あーでもここでアイテムもらえるわ。あーまた金のやつ、金のやつ狙いますね、金のサイコロ、金のサイコロ、あーあでもこれ金の、金のキノコだ、パワフル出しキノコ、えこれはどういうやつですか。サイコロの目にプラス5されるんですよ、いいじゃん、だから結構進みますねこれで。おいい、ね、初めての1対3、おこ今回はチームだから組みますね、あー出た出たわ、これあれだ、やったね、ドローン使うやつだ、やったね、あこれでもすぐ行きましょう。これ前回って平気だったよね、今はこれ前回自分がドローンで、そうだね、これでもやり方わかるから、ね、あれこれ人間は2個まで持てるんでしたっけだっけ、でなんかそんな気がした確か、荷物これ階段のもんだよね、そうで右下のあそこに運ぶんだ、そうそうそう、あべべべべべべべ、前回ドローンだったからすごい操作がなんかなり、ああ、それ時だね。ドローンが、ああ、取られた最悪。よし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 、いいですよ、いいですよ。この2個。じゃあ俺ちょっとこれ、休んでて。いや、ほんとに怒りましたよ。ちょっと全力でやってください。急げ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 。今ちょっと負けてますよ。いけ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 。急げ急げ急げ。これ勝ってんじゃん。今勝ってますね。ああ、急げ急げ急げ。あ、悪い字邪魔、悪い字邪魔。え、ね、悪い字邪魔。ねえ、ちょっと待って。なんで味方同士で邪魔してんのよ。うちら全然メッキできない。チームワークダメだぞ、自分たち。チームワーク。急げ、急げ、急げ。これでも面白いね、これ。いや、これ面白い。怖い、急げ、急げ。あ、いや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 。いいね、いいね、二つ持ってきてる。勝ってる、あと10秒、あと10秒。急げ、急げ、急げ。あ、でもこれもう間に合わないな、帰るまで。あ、でもこれ勝ちじゃないですか。もう勝ちじゃない。うん。
おい3個さ勝ちましたね。勝ったね。よかった。ああ、よかったー。これで、これでコインもらえる。で、これイエーイって。イエーイ。次やりましょう。で、これ3人でコインもらえますね。いいね。あ、しかもプラス2コインもらえた。これでスター帰るおかげで。よかったじゃん。やったー。これで次、やべえな。キノコ使っちゃおうかな。うわ、めっちゃコイン持ってんじゃん。お金持ってるけど。でもコイン持ったよ。でもショップなんか買えるわけでしょ。もう買ったりそうですね。いいアイテム当たれば。そうそうそう。いいアイテム買って、一気に有利にもなれるんで。あれこれ、あれだよね、大丈夫だよね。あ、そうか、スター左下だもんね。左下だから大丈夫。どっち行くんだろう。そっち行っちゃうんだ。何ですか。ゲッソーだ、ゲッソー。あ、ゲッソーって何っけ。巨大ゲッソーがいたなんて気がつきませんでした。この橋は注意が必要ですよ。気をつけてくださいね。何すんのあ、崩れたっけなんか。これもいきなり引いてんじゃん。怒りの巨大ゲスト。これやばいやつじゃない。何これ、どうなんの。崩れた。お金取られんのかな。やっぱり崩れた。あれ振り出しに戻るのかな。どうなんだろうね。でもこれ状況によってはいいってことですよね。あ、そっか、振り出しの近くの方に行ったら。そうそうそう。おぉ。まあ、でも今はいいじゃないのかね。まあ、そうですね。あ、また悪いし、最高。おぉ。あ、でも、ドカンで遠く行っちゃった。おー、これまた自分2枚目買えるチャンスだな。いいね。あれ、クマさんなんかアイテム持ってましたっけ。アイテムいや、特に何も持ってない。あ、持ってないかも。うん。これスターまで、あ、6出してもダメですね。スターまで残り7マスだって。マジで。はぁ、あ。あ、しかも6出たのに。1マス届かない。まあ、だからでも、どっち。一応、スターは左ですね。あ、でもそこは、でも、そっち行けば土管入れるから、次スター移動したときに、いいかもしれない。そうそう、いう可能性ありますよ。まあ、なるべく土管近づいた方がいいってことだよね。そうそうそう。で、ここで移動で、次自分が買って移動したときに、そうだね。かなり近くなる可能性があるんで。なるほど。これはいいですね。で、これ次スターそっち行けば、かなり、いいかもしれない。有利ですね。まあ、ちょっとそれ狙ってね。そうですね。あ、待って、これ、アイテム使った方がいいかな。だって、1とか出しちゃったら、あれだもんね。あ、これ使っとこう。ちょっとありがたく早速使わせてもらおう。これで絶対スタート届くね。うん。やったやった、めっちゃいいタイミングでね。手に入れたな。てかスター持ってるの俺だけじゃん。あ、そうだ。クマさん以外みんなスター持ってるっていう。俺以外全員スターってことか。で、クリボーも振ってくれ。お、10マスはでかー。十分ですね。やったー。ピゲーム勝ったからコインも持ってるし。あ、それもちろん買いますよ。やった、これ敵に1位だ。マジか。やった。逆転だ。あんまコイン持ってないけど。おめでとうございます。とても嬉しく。絶対持ってない。持ってない。これもう一回、あ、でもこっち来たところで、そっか、自分もコインないから、スター買えないのか。こっから頑張って貸したいな。いや、でもコインはいっぱい持ってるから、全然一気にスター買って逆転もまだ全然。あり得る。あ、これまでどこ行くかですよ。右下。右上。あ、右だっけ俺。どうなの？でも一応近いですよ。さっきのゲストの橋渡れば。あ、近いね。はい。でも、下手したら一番近いんじゃないですか、今。ほう。お、あ、また銀の土管買えない。どうしよう。足りない？足りない。なこと足りない。あ、2個か。コインでこれ買っちゃおう。で、さっきもこれで役に立ったかな。だいぶピン、あ、これ次どうなんのこれ。なんかあれ絶対あと1回来たらなんかなりますよね。なんかなんのこれ。多分なりますよ、あれ。ゲージが。あ、ラッキーマス。ラッキーマス、なんだ。ライバル一人からあ、これでさっきの借りを返したいな。3回で言うと、まあ自分の得することだけですね。まあまあまあ、でももら、もらえないよりかはね。確かに。よかったよかった。本当にミニゲームだ。さあ、今度はどうなるか。どうなるか。なんか今回、個人戦多いですね。まあ個人戦の方が嬉しいけど、差つくし。うん、確かに。この子、やったことある気がする、これ。これ確かこうやって傾けて、ちょっと待って、ちょっと練習したい。こうやって。一番もう準備。これなんか茂みに入んない方がいいわけだよね。そうですね、なるべく。スピード下がっちゃうから。そうそう、そういうとこ避けて、なるべく平らな道を。あ、でも得意じゃないけど、なんとかできそうかな。あ、まあやり方分かりましたよね、もう。やり方分かったね。あ、でもぶつかんのか、これ。あ、そうですね、ぶつかったりもしますね。あと、お水の中。マリオカート、なんかマリオカートみたいな感じ。あ、まあまあまあ、そうですね、軽いマリオカートですね。マリオカートのサルバージョン。はい。まあでも、これだけですよ。よかった、了解。はい、これです。よし、行くぞ。はい、頑張ります。
これは勝ちたいな。頑張って勝ちたいな。これ俺でした。ミラリスですね。けけ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 け
逆走してる逆走してる、頑張って頑張って頑張って、あーちょっと難しいねこれ。これでもちょっと難しいですよね。難しいこれ。やったー、またコインもらえた。あ、これでまたスター買えるぞ。ですね、おめでとうございます。よろしくお願いします。出た出た、いつも残ってないやつ持ってるよ確実。おー、よし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 。わーすごい、スターが2枚持ってる。今一番スター近いの誰だ。スター右上だっけ。バレイジだ、バレイジもう目の前だ。じゃダメじゃん、もう次行っちゃうじゃん。ああ、マジで。せっかくちょっと近くなった。本当だよ、俺にスターをくれって感じ。ちょっとスターと縁がないですね。本当だよ。ね、コインはめっちゃ持ってるのに。お金に縁はあるけどスターがないって。ちょっとマリオパーティーとしては厳しいですね。ね、厳しいよね。僕はお金が。ああ、待って。ああ、そっかそっか、でもデイジーも済まないのか。ああ、悪いじ。あれ、コイン持ってるもんね。次出しちゃう。あ、ってことこれあれじゃん、悪いじ1位じゃん。1位だ、プラスいくつだもんね、これ。うわぁ、また抜かれた。また移動するの？あ、また移動ですよ。え、てか今回移動すごくないですか？多いね。めっちゃ移動しまくりじゃん。お、しかも結構いい数出したな。次こっち来て、もう一回こっち、もう一回こっち。あー、2枚目買っちゃったよ。え、コンピューターが1位だけはちょっと嫌ですね。やだね。コンピューターには負けたくないな。一応、強さ強いだけど。うわぁ、抜かれたよ。最初3コイン差っていう。マジかぁ。これで、あれ今これ5ターン目でしたっけ？だったっけ多分。今ちょうど半分か。こっちも左下、左下。こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで。あ、クモさんの方だ。やっと俺のとこにスターが来た。え、もうほぼ目の前じゃない？来たか。え、そこら辺いましたよね。だっけ？え、だった気がします、確か。うわぁ、とうとう一番最初。え、これ待って、悪い字届かないよね。あ、大丈夫か、大丈夫か。あ、でも近いね。だいぶ近。いいですね。わぁ、出てこない。ライバルからコイン奪うやつ。コインか、じゃあ俺から一番バルカ食うと。あ、あ、お、もうあれじゃん。1以外だったらもう。以外だったらね。1以外だったら。1だったら。でもその、低確率なものを。もうクマさん待って待って。あー、まあまあまあ、OK です。今回行けましたね。初スターです。はい、やったー。これ結構順位変わるんじゃない？俺多分。3位ですね。3位なんだ。はい。ワリオとワルイージはスター2枚持ってるんで。あ、そっか。そう。なるほど。じゃあもう1枚スターとなると勝って。もう1枚取ったら一気に1位ですよ。そうだね。ほう。うわー、とうとうスターを手にしてしまったー。僕はスターだ。あ、で3位です、ほら。いいね。で、次もう1枚買った瞬間もう1位ですよ。コイン、コインいっぱい持ってるんで。いいね。いやー、マジかー。こっち来て、こっち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 。いやー、俺、左下、左下。いやー、もう、俺とこないよ、俺とこないよ、俺とこないよな。あれ？右下近くね？悪い字じゃない？悪い字か。え、待って、悪い字にこれ以上かわしたらやばいぞ。悪い字は何枚持ってんだっけ？今、スター2枚持ってるんで。あ、そっかよ。コインはそう、ちょっと微妙だけど。まあでも、そんな大差じゃないけど。ですね。あ、でも、クマさんの時、左下押せば、スタート戻れますよ。あのゲストの、あ、ゲストに引っかかればいいってこと。そう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 、左行けば。じゃあ行ったことは、じゃあこっから左、左か。そうそうそう、それで一気にスターのとこまた行きますよ。これでそういうことか。いや、これ確実に左下戻るの、こうやって多分多分何多分多分、いや、でもさっきのほら、さっきもそうだったじゃん。ほらほらほら、あ、じゃあ戻るんだ。ちょっとこれは多分そういうやつ。じゃあ下半身は悪いことしてくれるわけじゃないじゃないですね。これいいわけか。ですよ、ですよ。で、しかもあの、ハプニングマスっていっぱい止まっとくと、うん、最後にハプニングスターでスターもらえる可能性も。あ、なるほどね。そっか、そういう。そう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 。そのなんかさ、はあ、加点点もある、ね。そうそう、そういうのもあるんで。いいね、確かに。一応いっぱい踏んどいた方が、もしかしたら最後有利かも。確かに。今たくさん踏めたわ。そうそうそうですね。あの、ね、あ、待って、これ自分どうしよう。え、これ届く？え？え？ 1、2、ん？ん？ 3、 あ、これ全部届くんじゃね？あれか、か、
あ、なにこれ。あ、これがさっき言ってたやつだ。あー、そのうち壊れちゃうんだな。どうしよう。キノコだけでも買っとこうかな。キノコ。あー、どうしよう。毒キノコ買っといて。うん、毒キノコ買います。あの、マリオに後で食べさせてあげますね。これは何？それ、なんか、相手をなんかするの？そう。なんか食べたさそうだったんで、後でクマさんに食べさせてあげます、ね。本当に？はい、嬉しいな、食べたい。はい、あ、やった、買えた。クマさんごめんなさい、せっかく戻ってきたんですけど、自分せっかく買っちゃいました。はい、それ、全然申し訳そうと思ってないんだけど、タイトル。やった、これ自分1位じゃない？面白いかな。やった、3枚目。わー、3枚もスター持ってる。めちゃくちゃ貧乏だけど、スターは持ってる。やったやった。課題的にも貧乏じゃねえ、やっぱね、人生。金がないとダメだな。あ、なんだよ。あれ、これ誰か近い？キノピコ。あ、そっちでも誰もいないんじゃない今。みんな遠いパターンだ、今回は。あ、自分アイテム、あー、1個過ぎちゃったか。わあ、4コインしかない。あ、ほやのもうゲームか。来ましたね。わあ、チーム分けどうなるか。あ、おなんかほんと今回個人戦ばっかり。フリフリキャンディーって面白そうだな。マグネット、あ、これあれだ。玉取るやつは玉取るやつ。玉取るやつですか。玉取る簡単。ほら、これ金の玉。金の玉が点数高い。金の玉が。ゴールデンボールたくさん取ればいい。え、待って。え、これちょっと待って。これ、どうやったんだ。え、ここでアームを下ろして、で、これ、あ、あそこに書いてありますよ、ほら。あ、もう、ご、ご手、ほら。やった、金の玉2つ取った。これ自分の、やった。自分の買ってくればいい。そう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 。っていう、それだけです、ただ。え、これ入れるときどうすんの？入れるとき。え、自分の色のところですよ、自分の色のところ。あ、緑か。そう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 。よかったでしょ。ああ、じゃあ、OK だったら、押してください。はい、始まないですよ、押さないと。これはぜひ金の玉取って勝ちたいな。勝ちたいよ、俺だって。あー、金の玉遠いな。あ、金の玉、金の玉ちょうだい、金の玉ちょうだい、金の玉。あ、やったやった、一人分取ったぞ、一人分。やったよし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 。あ、これだいぶ調子いいぞ。お、うおー、すごい。ドケマリオ、ドケマリオ。あ、横取りしたぞ、あれ。何あのマリオ。最悪だ。一気に点数取られた。よし。ちょっとちまちまでも点数取ってこい。ちまちまでも。お、これ勝てる。あ、待って、悪い意地強い。うわぁ。負けた。最悪だ。横取りした挙句、負けるっていう。やったー。でも、あ、これあれ ?2 番って声もらえるんだっけ、これ。え？ 1 番だけだっけ。あー、そっかそっか。ちょっとはもらえるのか。やったー。でもまだスター買える数足りなーい。いやー、今1位取ってればなー。くそ、ちょっとの差で負けたのが悔しいなー。いやいやいや。あ、でもデイジー変えちゃうじゃん。まず俺は悪い字か、横取りできたからよかった。悪い字でワリオですけど。あ、ごめん、マリオか。マリオ。あー、なんか今回すごい、みんなスター買ってる。え、これ。え、また移動か。え、こっち来て。あれ、今自分のとこにやったらしいですか。これ右下だっけ。こっち来て、ワリオ。ワリオの方向へ、ワリオ。ちょっとコインないけど、ワリオの方向へ。あー、またデイジーサインだ。さあ、どこだ。おお、またあれか、最初の方か。うん。おお、あれ、自分今どこだっけ。そもそもそれ覚えてない。確か。おお、ああ、いいな、仲間増えるじゃん。仲間回す。さあ、おお、すごい、プリンセスチームだ。え、この人は何のサイコロ持ってんだっけ。なんかすげえいいサイコロだった気がする。なんだろうこれ。さあ、ロゼッタサイコロ8まであるんだ、すげえ。8まで、え、すごいな、すげえサイコロだな。これ最大何も、お、
あ、これクマさん使われるんじゃない、ほらやっぱりやっぱ一番お金持ってる人から、そうそうそう、スターも使えない、コインも回れない、これでコイン巻き上げられるね、お前巻き上げられる、あれでもそんな、あ、9、あ、結構でかいな、でかいなこれ、うわー、そっか、そんなに取られちゃうんだ、やばいな、そう、お、あー、またアイテムもらってる、いいなー、お、わー、毒キノコだー、やばい、今2人毒キノコ持ってるぞあー、そっかそっか、振り出しだから結構大きい数出してちょっとでも先に進みたいですね、そうだね、まあ、3か、あー、普通のコインか、あれ今自分、ああ、でも割と近いっちゃ近いのか、ああ、でもなあ、これでもな、今は使ってもな、いや、ここは一回、これでも1出るな、1出たら変なとこいっちゃう、ドッキノコ、ドッキノコ出したらメープラ、まあ、マイナスってこと、うん、あのライバルのね、あ、ライバルの、そう、ライバルの、いや、これは左行った方がいいでしょう、あ、ドカンじゃない、ああ、マイナス止まっちゃった、うわ、次、やばい、ゲームで勝たないと、スター買えないや。そうだね、10コイン必要なんだもんね。そう、5コイン足りない。お、今回自分1人だ。もう足りない、鉄のテニス、鉄のテニス。お、来た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 。何これ。これも1回やってますよ、あの、前回。あ、あ、違う、これやったやつじゃないや。ネットに1人でも生き残れば3人側の勝ち。あ、なるほどね。あ、そういうことね。要は、その、なんか、トゲトゲを当てれないとダメだ。そう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 。あーあー、これ、打つ方すげえ楽しい。あ、音楽やり方分かった。もう OK です。だから、クマさんはひたすら逃げればいいってことですよね。そうか、逃げるのか。あ、これ楽だね。これ俺得意かもしれない。逃げる。あ、だから得意分野ですよ。逃げるから。そう。いやー、でも絶対逃がさないよ。楽しみで最後まで撮っておくやろ。待って、コンピューター、コンピューター。おりゃ、よし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 、もう頭にいただけた。あ、余裕じゃん。なんだ、全然7秒で終わったぞ。どう逃げればいいのこれ。これでも難しいですね、逃げるの。難しいね、これ。いや、これなんか早く逃げるわけでもないし、おお、いや、当てる方が有利な気がする、これはね、やった、これでスター買えんじゃん、やった、ありがとうございます、8コイン、次絶対パワフル出しキノコ使おう、てか知らない間に悪いエージめっちゃコイン持ってんじゃん、本当だ、やばい、やあ、もうラスト3ターンか、であ、でもサッカーもでも42分取ってますね、そんなもんかだよね、まあそうです、60分ぐらいですもんね、確かに、お、1位マリオさん、2位マレイジーさん、勝てる気がしません、3位レイジーさん、いやでも、もう絶対殺されますよ、ある、ほう、あんの、こコイン持ってるから大変熱い戦い、お、おー、誰が勝つか予想してくれるのかな、でいや、レイジー全然違うね、マリオ大体これビリの人選ばれるんですけどね、そうなの、はい、あ、しかもぴったりサイコロもらえるんだ、なんか中途半端って嫌だね。なんか確かに。だったら中途半端ってことか。でもネジはビリじゃないよね。ビリじゃないですよ。なんか俺大体いつもビリの人選ばれるんですけど、ね。ビリは俺だよね。今クマさんビリですね。お前くんないの。ちょっと運悪くもらえなかったみたいですね。なんで悪いかダメなんだろう。なあ。本当運悪いですもんね。そう。なんでなんだろうね。あ、出た出た出た。あららららら、盛り上げてやるぞ、だって。だらけしかしない。そう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 。これなんかあれですよね。このおばあちゃんダメだ。このおばあちゃん。これおばあちゃんじゃない。まあ確かにおばあちゃんっぽいですよね。あそこ止まると偉いこっちゃですよ。カメックさんが魔法でドッキリマスをパンチしました。このスーパードッキリマスは危険です。止まらないように気をつけてくださいね。止まっちゃダメですよ。さて、泣いてもらってまた3ターン、はい。皆さん全力で頑張ってくださいね。勝った。じゃあ怒る。あ泣いてもらってもダメだからって言った。ああ、そういうこと。ちょっと待って。ごめんなさい、ダメね、こういう本当わけのわかんないことですね。今のところカットでお願いします。いや、絶対入れますよ。いや、カットで絶対入れますよ。絶対入れる、絶対入れる。お、ガチ攻めにしたもん、今。赤だ。さあ、当たりか外れか。赤ですか？あー、緑が当たりだ。やっぱ生まれる。あー、これ、カマさん多分コイン取られますよ。取れんの？こういうの大体一番コイン持ってる人が、ほら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 。こういう時お金持ち狙われちゃうんですよ。まだこういう時は狙われるわけ。さっきもコイン取られて、またコイン取られて。金を負ったために金を払う。うわ、結構いったんじゃない？いやー、あー、チコイン結構でかいなぁ。俺、金も負けてんじゃん。え、でも2番目じゃないですか、コイン。コインは。多分1番はレイジーじゃない？お、ほらほらほら、2番目ですよ。全然、全然、コインは全然持ってますよ、まだ。あ、また振り出しだ。え、なんかめっちゃみんなハプニングマス止まってるね。すごい。
これ今回自分ハプニングスターはもらえないな。おお、ハプニングスターって俺じゃないだろ、これ俺だよ。え、一番止まってますよね、ドコン入ったり、テスト行ったり。最初から結構変なことされたりとかさ。え、ですもんね。結構目立ってるよ、ね。ハプニング、あ、うわ、毒もられた。あ、そっか、スター自分が近いからか。やるやるどんだよね。うわぁ。出た数の。マイナス3だっけ。か。え、最悪。覚えとけ、悪い人も。てか、周りよりもまだ仕返ししてないからな。自分は仕返ししてないでしょ、ここまで。してるしてる、もう何も出てないですよ。出ない。そう。皆さんいいですか、弱って人間を倒すこの龍馬ですよ。めっちゃ性格悪いじゃないですか、それ。性格悪いじゃん。それクマさんじゃないですか、いつも。性格、自分は性格いいですか。本当性格悪いんですよ、本当に。さっきも自分のお家来たといきなり唾吐いたんですよ。入ってませんから、皆さん。入ってませんからね。急に、カーッとやって。それのお掃除から始まって。いや、それは愛情ですよ、愛情だ。で、怖いから何もできずに、泣きながら拭いたんです。もう自分ね、なんでそういうことするんですか。そうやってすぐそういうとこ触るんだもん、大事なところ。ここはちょっといいや。脇をつってただけですね。いけいけいけ、待って。あ、ちょ、待って待って待って。土管じゃん。え、これはやばいんじゃないの。うわ、せっかく、あ、今、キノコ使うべきだったな。あ、最悪だ。せっかく近かったのに、悪い字最悪。そう、そっか、さっき悪い字の毒のせい、そうだ。そうだよ、もうマリオと悪い字覚えとけ。俺はグルンだもん。最悪だ、ほんとに。悪人は悪人。あ、また一緒じゃん。あ、あれだ、あの、不得意なやつだ、俺。あ、これもすぐ始めます。これまた、もうニューレコード目指して、ニューレコード。はい、よし、行くぞ。本気モード。行け行け、マリオ。頑張れ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 。まっすぐした方がスピード出るわけ。出ますね、まっすぐ。そう、無駄なくシュー。あ、やばい、ちょっと曲がっちゃった。いけ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 。ちょっと今、スター買えなかった分、ここで勝って。いけ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 、頑張れ。頑張れ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 。頑張れ。おいよ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 。あ、これ、いいんじゃない？だいぶ調子いいよ。おいー。あ、おい、こちょ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 ちょちょちょ、乗りたい乗りたい乗りたい。よしよしよし。いけ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 。あー、入力でも無駄くて、あー、でまた1。お、クマさん調子いい。2、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 2
れは。ちょっと慣れました。ちょっと慣れました。おお。あ、でも全然だ、これ。まっすぐ進まないもん、これだって。でもこれちょっと難しいですよね、これも。難しい。なんかこういう、なんていうか、コントローラー動かす系難しい。そうだね、なんか。さっきのあの虫眼鏡もそうだし。やっぱ普通でボタンポチポチの方が、ね、うん、楽にいけますね。お、ラスト2ターン。もうちょっとで終わっちゃいますね。終わっちゃいますね。クマさん、せめてもう1枚ぐらいはスター買わないと。そうだね。だいぶやばいですね。よかった。頑張るわ、ちょっと。ここでぴったり使ってきた。え、なんで？何狙い？ 6、 あ、やっぱ6側もそうだよね。あ、そっかそっか。これ振るとロゼッタ、ああ、土管で移動か。え、でも、え、スターから遠ざかってるじゃん。これ遠ざか、あ、遠ざかっちゃった。そう、左下なんで、え、なんで謎、だいぶ謎。サービス。まさかのサービス。さあ、おー。すごい悪い字サイコロばっかり使うね、悪い字。おー、何これ。このハプニング初ですよね。これ初だね。何、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 え、なになんか、光ってるけど。あ、もう一回光らせるとなんかいいことか、あんのかな？ん？もう一回光らせるといいこと。光らせる。じゃあ、あれもう一回踏んだ方がいいのかな？なんだろう、あれ。え？クマさんですよ、クマさん。あ、俺か。ぼーっとしてたよ。3。あ、振り出しに戻るか、アイテムもらうか。え、だったらアイテムもらっとくよくないですか？そうだね、最後の最後まで。あ、金の土管あるよ、金の土管。金の土管は何だっけ？あれ使うとスターいけます、一気に。そうなんだ。はい、あ。出したらダメ。おー、仲間増えるやつだ。いいじゃん、これ。サポート本。サポート本。いいね、これ。これいいね。いいじゃん、これ。最後の最後に仲間が増えますよ。お、え、待って、これ、自分なんか持ってたっけ、アイテム。あー、でもここで使っといた方がいいのか。あこれはもう最後だし、使っとこうかな。じゃあ最後、クマさんに毒キノコ持ってあげますよ。やったところでそんな感じがするけどな。いや、わかんない。これが意外と大きいかもしれないですよ。意外とこうなんだね。ああめっちゃ笑ってる。笑い悪い顔してるな。え、待って。
キャラクターにいるね。あのさっきのドッキリって何マス ?1234?1234?4?6 出せばいけるから、え、自分これワリオサイコロ振ろう。6狙い。あ、待って、クリボーいるから6出しちゃダメじゃん。あ、でも結局これか。あ、待って、これ1クリボーいると6出すとダメ。そう、6出したいんですけど、うん、6出してもクリボーのサイコロ足されちゃうから、うん、結局6が出ないっていう。あ、そういうことか。そう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 。そうだ、今度はなんだ。あ、また個人戦だ。個人戦ですよ。あ、あのサイコロやだ、サイコロ。あ、よかった。え、またこれかよ。これじゃん、これ。え、これさっきやつじゃん。そう。え、なんか今回同じゲーム多くないですか、ね、これちょっと本気でいくよ。頑張ろう。絶対負けたくない。怖い怖い怖い、これ先にいい勝負だったから。え、待って、これ立ってやろう、立ってやろう、本気でやる。立ってやる。行くぞ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 。ニューレコード、ニューレコードのやつ。よしよしよし。オランジェレイド、オランジェレイド、オランジェレイド。勝った、危ない。 0.03 秒差。あれ、俺1じゃない。あ、負けたのか自分。負けたぞ、勝った勝った、やった、勝った勝った。えい、これって、これって全力でやったのに、これって得意だっけ。疲れた。え、これ俺まだ2回目なんです。あれ、なんか急にテンションが低くなっちゃうけど。あの、このゲーム全部カットします。ちょっとダメ。ここのゲームだけ全部カットします。せめてここは使ってください。これだけあの、綺麗に。あの、ラスト9ターンのゲームだけないんですけど、ちょっとあの、ちょっとあの、収録できてなかったみたいで。ごめんなさい、皆さん。ここは絶対入れてもらいます。今日は俺が編集やります、そしたら。ダメダメ、絶対ダメ。ねえ、なんでお手で掴むのね。サイリーシャは負けたことないって言ったらどこ誰だっけ。ちょっと後でこれもう一回やりましょう。ちょっと今ちょっとおかしいな今のは。なんかイカサマしましたよね、自分が目つぶってる間に。待って待って、何してる。なんかコントロール、あ、コントロール再開してるこの人。してないです。インチキインチキ、皆さんこれ不正発覚です。やってません。クマさんドーピングしてました。やってます。やってないよ。ドーピング、クマさん失格。失格だ、失格だ、ドーピングじゃない。僕はそんなことしないから大丈夫だよ。そういうことばっかするからな。ちょっと目離すこれだもんな。さっき面白かった。勝ったと思った。あ、勝った、負けた。最悪だ。でも負けたことない。でもね、少し成長したよ、リョーマ。少しは成長した。ほんと覚えとけ、もうほんとに。早く売ってください。もうちょっとだったら残念だったね。早く売って、早く売って、もう。これ、これなんか使おう。あ、そうですね、最後使った方がいいですね。そうだね。え、な、え、え、これ。これ仲間呼べるやつ。絶対クマさん。あ、あ、あれ今ルーレット回しました？回したっけ、俺。え、回しないですよね。え、これ、ね、え、普段ルーレットさんです。兄弟パワーで頑張ってくださいね。お、兄弟で。あー、ルイージーサイコロ 最大7番あるけど、もうラストターンだから関係ないですけどね。もっと早くやってくれよ、これ。お、4するってこと。あ、で、2、2、マイナス。あ、そっか、ドッキリだからな。仲間がでも増えた。また増えた。あ、最後仲間が。あ、これ逆にいい効果与えちゃったかも。え、何、あ、ミニクッパ。で、これ最後に、仲間が多い人がもらえるスターもあるんですよ。あ、そうなの？じゃあいいかもしんない、それはね。やい、マリオ、今日だけは近い。え、9がある。これいいんじゃないの？まあ、でもサイコロ振ることもないんですけど。終わりかも。じゃあ終わりです。終わりなんで。まあ、でも楽しみました、今日は最後にやったね。え、で、まあ、勝負決まってないですからね。決まってないですか。最後だし、女性だから使っとこうかな。まあ、くれくれないよ。どうしようかな。最後コイン減るのも嫌だ。あ、クリボーサイコロで最後コイン増やすのもあるじゃない。うーん、で最後のちょっと3台をコインで負けても悔しいで、結局6か。なんか、わずかな差って悔しいよね。あ、悔しい。さっき見たくね、サミシャ見たく。そう、なんと思い出させる。あ、でもあれでも勝つるんで。だめ。待って、これどっち行った方がいいかな。1,2,3,4,5,6,7,8。 あ、これだと普通に青で1、あ、これ数出るじゃん。数える必要なかった。7、8。あ、ここか。あ、ここで最後あれだな。うん、あ、あと1コインあればスター奪えたじゃん。うーわぁ。これ最後、当たり引きたいな。自分青好きなんだ、青でいきます。はい。頼むよ。うーわ、待って、これ結構、あ、4コインか。そんなに変えてなくね。最悪。
でもまたもらえたじゃん。あと1個あればでもスター奪えたのに。はい、ラストゲームですよ。はい、なんだろうな、そう。これでまた三連射だったら笑いますけどね。確かに。また個人戦なんですね。お。あー、もうそもそもないですね、三連射が。何バルーンチャンバラって。え、なんか可愛いケーキ、可愛いケーキじゃねえや、可愛いゲーム来たぞ。え、何やこれ。あー、はい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 。腐って取れないよ、マーク付きパンケーキは。そう、上のやつから取っていくんですよ。あー、なるほどね。そう、で、あの、星マークのやつは3ポイント。ただそれだけです。あー、そういうことね。はあ、じゃあ、OK だったら、ね、はい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 。あー、ほんとね。そう、これ単純ですよね。はい、ルールわかりました。そう、ただパンケーキを取っていく。確かにそうだね。そう。得意かどうかわかんないけど。はい、最後のゲーム、最後のゲームだけでも勝ちたい。三輪車で負けたから。頑張れ。あー、3ポイント取られちゃった。うぅ、待って待って待って。あ、でもデイジーの勝ちだ。ほんとだ。うーわ、コンピューターで負けるのが一番悔しいな。難しいね、これ。いや、難しい。ちょっとあの、3ポイントも考えなきゃいけないから、ちょっと頭使う。わあれ、クマさんスター何枚だっけ？ 1 枚だよね。1枚だよね。あれ、自分3枚？いや、まず1の可能性ありますよ。俺？ここでそう、2枚もらえる可能性があるんで。そうなの？両方とももらえたら、奇跡の大逆転ですよ。へぇー、じゃあ、ほんとわかんないんだよね。そう。で、しかもハプニングと仲間は多分クマさんなんですよ。あ、いろんな賞があって、そうそうそう。いろんな賞があるから、ね。そう。なるほどね。え、待って、これマジでやばいかもしれない。やばいですね、もう。ほら、これクマさんだもん。さっき仲間。あ、仲間そっか、俺持ってるか。え、待って、これ真面目にやばい、真面目にやばいかも。これ絶対クマさんだもん、これは。マジで？うん。え？誰だ？え？これ、仲間多い人じゃないの？オレオじゃないから。でもないじゃん、俺。ランディングボーナス。これ一番移動した人だ。これでしょ。これでも誰かわかんないの、正直。俺結構優秀なやつ。またオレオだ。お前さっきから、ぬか袋出せるんじゃないから。抜かれ、そんなお前どうしてへんだろ。え、仲間ボーナスってあれ何でもらえたの？これ壊れてんじゃん、これマジで。多い人じゃないの、仲間が。説明ちゃんと見てなかった。え、これ確実に自分じゃん。そうだよ。クマさんビリじゃね。むしろビリじゃねこれ多分。あー、ごめんなさい、また優勝しました。三輪車とかどうでもいいやもう。やったー。俺は三輪車で取れたからいいや。まあでも三輪車だけでしたもんね。はい、あーほら。あーかわいそう、マリオ見てほら。三輪車は誰にも負けたことないもん。1位とか取ったからね。だからでもあれはカットするんで。あ、やばい、自分5枚持ってんじゃん。じゃあ、今回はこんな感じで終了で。はい、またマリージの優勝ってことだよね。はい。じゃあもしよろしければ、はい、チャンネル登録とか、高評価とかぜひ、お願いします。お願いいたします。じゃあご視聴いただいた方ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。